グリム童話赤ずきんちゃん昔々あるところにちいちゃいかわいい女の子がありましたそれは誰だってちょいと見ただけでかわいくなる子でしたがでも誰よりも彼よりもこの子のおばあさんほどこの子をかわいがっているものはなくこの子を見ると何もかもやりたくてやりたくて 一体何をやっていいのか分からなくなるくらいでしたそれである時おばあさんは赤いビロードでこの子に頭巾をこしらえてやりましたするとそれがまたこの子によく似合うのでもう他のものは何にもかぶらないと決めてしまいましたそこでこの子は赤ずきんちゃん赤ずきんちゃんとばかり呼ばれるようになりました ある日お母さんはこの子を呼んで言いましたさあちょいといらっしゃい赤ずきんちゃんここにお菓子が一つとぶどう酒が一瓶ありますこれを赤ずきんちゃんおばあさんのところへ持っていらっしゃいおばあさんはご病気で弱っていらっしゃるがこれをあげるときっと元気になるでしょう それでは、暑くならないうちにお出かけなさい。それから、外へ出たら気をつけて、お行儀よくしてね。やたらに知らない横道へ駆け出して行ったりなんかしないのですよ。そんなことをして転びでもしたら、せっかくの瓶は壊れるし、おばあさんにあげるものがなくなるからね。それから、おばあさんのお部屋に入ったら、 まず「おはようございます」を言うのを忘れずにね入るといきなりお部屋の中をキョロキョロ見回したりなんかしないでねそんなことあたしちゃんとよくしてみせてよと赤ずきんちゃんはお母さんにそう言って指切りしましたところでおばあさんのお家は 村から半道離れたた森の中にありました赤ずきんちゃんが森に入りかけますとオオカミがひょっこり出てきましたでも赤ずきんちゃんはオオカミってどんな悪いけだものだか知りませんでしたから別段怖いとも思いませんでした「赤ずきんちゃんこんにちは」とオオカミは言いました。 ありがとう、狼ちゃん。体操早くから、どちらへおばあちゃんのところへ行くのよ。前掛けの前に持ってるものは何、何お菓子に、ぶどう酒。おばあさん、ご病気で終わっているでしょそれで、お見舞いに持ってってあげようと思って、昨日、お家で焼いたの。これでおばあさん、 しっかりなさるわ。おばあさんのお家はどこさ、赤ずきんちゃん。これからまた8、八、九丁も歩いてね、森の奥の奥で、大きな樫の木が三本立っている下のお家よ。お家の周りに、くるみの生がき垣があるから、すぐわかるわ。赤ずきんちゃんはこう教えました。 狼は心の中で考えていました「若い柔らかそうな小娘こいつは脂がのっておいしそうだ婆様よりはずっと味がよかろうついでに両方一緒にパックリやる工夫が肝心だ」そこで狼はしばらくの間赤ずきんちゃんと並んで歩きながら みちみちこう話しました。赤ずきんちゃんまあそこらじゅうに咲いている花をごらん。なんだってほうぼうなめてみないんだろうな。ほら小鳥があんなにいい声で歌を歌っているのに赤ずきんちゃんなんだかまるで聞いていないようだな。 学校へ行く時のようにむやみとせっせこせっせこと歩いているんだな外は森の中がこんなに明るくて楽しいのにそう言われて赤ずきんちゃんは仰向いてみましたするとお日様の光が木と木の茂った中から漏れてこれがそこでもここでも楽しそうにダンスしていて どの木にもどの木にも綺麗な花がいっぱい咲いているのが目に入りました。そこで、私おばあさまに元気で勢いのいいお花を探して、花束をこしらえて持ってってあげようや。するとおばあさん、きっとお喜びになるわ。まだ朝早いから大丈夫。時間までに行かれるでしょう。 と、こう思って、ついと横道から、その中へ駆け出して入って、森の中のいろいろな花を探しました。そうして一つ花を摘むと、その先にもっときれいなのがあるんじゃないかという気がして、その方へ駆けていきました。そうしてだんだん森の奥へ奥へと誘われていきました。ところが、この間に隙を狙って、 狼はスタコラスタコラおばあさんのお家へかけていきました。そしてトントンと叩きました。おや、どうなった赤ずきんちゃんよ。お菓子とぶどう酒をお見舞いに持ってきたの。開けてちょうだい。取っ手を押しておくれ。おばあさんはご病気で終わっていて。 起きられないのだよ狼は取っ手を押しました戸はボンと開きました狼はすぐと入っていって何にも言わずにいきなりおばあさんの寝ているところへ行ってあんぐり一口におばあさんを飲み込みましたそれからおばあさんの着物を着ておばあさんの頭巾をかぶっておばあさんの男にゴロリと寝て カーテンを引いておきました赤ずきんちゃんはでもお花を集めるのに夢中で森中駆け回っていましたそうしてもう集めるだけ集めてこの上持ちきれないほどになった時おばあさんのことを思い出してまたいつもの道に戻りましたおばあさんの家へ来てみると 戸が開いたままになっているので、変だと思いながら中へ入りました。すると何かがいつもと変わって見えたので、変だわどうしたのでしょう今日はなんだか胸がワクワクして気味の悪いこと。おばあさんのところへ来ればいつだって楽しいのに。と思いながら大きな声で、おはようございます。 と呼んで,みましたでもお返事はありませんでしたそこで男のところへ行ってカーテンを開けてみましたするとそこにおばあさんは横になっていましたが頭巾をすっぽり目まで下げてなんだかいつもと様子が変わっていましたあらおばあさんなんて大きなお耳 お前の声がよく聞こえるようにさあらおばあさんなんて大きなおめめお前のいるのがよく見えるようにさあらおばあさんなんて大きなおててお前がよくつかめるようにさでもおばあさんまあなんて気味の悪い大きな口だこと お前を食べるにいいようにさこう言うが早いが狼はいきなり寝床から飛び出してかわいそうに赤ずきんちゃんをただ一口にアングリーやってしまいましたこれでしたたかお腹を膨らませると狼はまた寝床に潜って長々と寝そべって休みましたやがてものすごい音を立てていびきをかき出しました ちょうどその時、狩人が表を通りかかって、ハテナと思って立ち止まりました。ばあさんがすごいいびきで寝ているが、変だな。どれ、何か変わったことがあるんじゃないか、見てやらずばなるまい。そこで中へ入ってみて、寝床のところへ行ってみますと、狼が横になっていました。地球 このバチアタリムがとうとう見つけたぞ。長い間、貴様を探していたんだ。そこで狩人はすぐと鉄砲を向けました。途端に、ふとことによると、狼のやつ、おばあさんをそのまま飲んでいるのかもしれない。まだ中で助かっているのかもしれないぞと思いつきました。そこで鉄砲を撃つことはやめにして、 その代わりはさみを出して眠っているオオカミのお腹をジョキジョキ切り始めましたふたはさみ入れるともう赤い頭巾がちらりと見えましたもうふたはさみ入れると女の子が飛び出してきて「まああたしどんなにびっくりしたでしょうオオカミのお腹の中のそれはくらいったらなかったわ」と言いました。 やがておばあさんもまだ生きていて這い出してきましたもう弱って虫の息になっていました赤ずきんちゃんはでもさっそく大きなゴロた石をえんやこらえんやこらと運んできてオオカミのおなかの中にいっぱい詰めましたやがて目が覚めてオオカミが飛び出そうとしますと 石の重みでへたたばりましたさあ三人は大喜びです狩人はオオカミの毛皮を剥いでうちへと持って帰りましたおばあさんは赤ずきんちゃんの持ってきたお菓子を食べてブドウ酒を飲みましたそれですっかり元気を取り返しましたでも赤ずきんちゃんは もうもう二度と森の中で横道に入って駆け回ったりなんかやめましょう。お母さんが行けないとおっしゃったのですものね。と考えました。おしまい。